ービートゥーのトーキンリズム&ブルース。スクービートゥーは大阪に行ってきたよということで。あ、そうですね。別々でしたけどね。まあ、別々で日にち違いでね。1日違いで、ね。はい。僕がね、18日、木曜日かな。うん。あの、初恋の嵐が、はいはい。ファーストシングル、アンタイトルド発売20周年記念ライブっていうのをね。はいはい。大阪の、あれはどこだ？ジャニスだね。うん。ジャニスでやるっつうんで、うん。うん。それに参加してきましたわ。おうおうおう。どうでしたか？楽しかったっすよ。楽しかったっすよね。それはね。楽しいよね。うん、楽しい。3曲今回歌ったんだけど、うん、あのさ、アンタイトルドってさ、うん、あの、結構初恋の嵐の中では代表曲っていうか、うん、毎回ライブでやってる曲ってさ、すげえいい曲なんだけど、うんうん、それの20周年つんでさ、うん、今回僕がその曲を歌わせてもらいましてですね。はいはい。今まで歌ったことなかったの。うん、何度か参加してたけど、初恋のさ。うんうん、でも、今回20周年だっつんで、うん、なんかすみくんがさ、ベースのすみくらくんが言うには、うん、やっぱこう、当時のことを知ってる、その当時一緒にやってた人に歌ってもらうのはいいかなと思ってさ、とかつって。はいはいはい。で、ちょうど、ね、あの、ゲストボーカルいつもさ、呼んでやるんですよ、初恋は。うんうん、ゲストボーカルとベースのスミ君とドラムのマー君が、うん、ボーカルって感じなんだけど、うん、今回はね、あの、岩崎圭君と世界一の。はいはい。あとね、初めてお会いしたんですけど、ブリ・ドーンさんっていう、うんうん、あの、女性ユニットなのかな、うん、うん、女の子ボーカルのね。はいはい、ブリドーンさんとね、3人で僕、うん、ゲストだったんですけどね、うん、まあ、当時を知ってるのが僕ぐらいしかいないということで。そうだよね。世界一はあの名古屋で俺ら、そうなのね、ソウルトゥーソウルツアーだったっけな、なんかやった時に。いや、そう、その前、それが、うん、その2月じゃん、2002年の、うん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 、その時に、うん、俺らと、うん、初恋と、うん、大阪モノレールなんだよ。そうそうそう。うん、で、その時に、K 君には会っててさ。世界一出てたよね。出てたの、出てたの。前座、前座というか、うん、まあ、そうね、最初の方に。うん。地元のバンドですって感じで。そうだよね。うん。で、その時 K 君は、うん。19とかだったのかな、うん。そう、まだ、まだ子供みたいな子が出てるなと思ったもんね、その時。そうそうそう。でも歌すごい上手みたいな、ね。そう、すんげえ上手くて。そうね。世界一っていうバンド名がさ、最初バンド名だけ聞いたらさ、うんうん、あらこれつけちゃったなこいつらって感じじゃん、うんうん、絶対知らないと、うん、でもなんかライブとか歌聞いたら、わあ世界一になるやつらなのかもっていうさ、うん、それぐらいのなんか感じあったよね、うん、あの頃からすでに ね、歌のお兄さんだからね、もうね、歌のお兄さんね、なんかもうねすごいよ、歌うまい人だもんね、貫禄出ちゃってるからもうね、うん、あのボディもわがままになってきたって自分で言ってたけど、ね、だいぶ、ね、だいぶわがままボディですって言ってたけど、ね、うん、そ, んでそのほら、うん、K 君も2002年の時に、その時に初めて初恋とスクービー見て、うん、そうだよね、うん、僕スクービーの CD 物販並んで買いましたよとかって言ってたから、本当かよそんなことあったかあったんじゃないんですか、そっか、それ持ってこいよっつってね、このね。サインしてるから持ってこいよ。適当なこと言うからな。そうね、酒入るとすごいもんね。そう、そんなね、メンツでね、うん、だから、うん、その曲が、こう、ちょっとね、なんか、初めてですけど、歌えてね。そっかそっか。よかったっすよ。よかったね。でも、なんか、初恋もさ、うん、なんかさ、うん、もうそろそろ初恋プロジェクトは、一旦ここで、あの、終わろうと思います、うん、って言ってたのにさ、うんうん、まあまあやるよね。やるよね、つってね。まあまあ引っ張るよね。で、あれ、ローリングストーンズの、だから、アルバム40周年記念リマスターシリーズみたいな。次は5年後か10年後かみたいな感じで。でも、なんかほら、そうそう、俺もさ、多分、新宿のロフトで、結構、
大きいのやったのはすごいゲストいっぱい、ね、やり納めみたいなね。そう、15、6年かな。うん。その時にもう、多分しばらく、っていうかもう、まあ、この先の予定全くないし、ねえ。やることもないと思うんでとかって言ってたけど、うん。バンドの方々見てるとさ、うん、まあ、すみくんとマー君がオリジナルのメンバーで、うん、他にも小暮さん、うん、玉川さん、うんうん、高野さんとかさ、うん、見てるとさ、うん、みんな楽しいんだね、あれ。まあそうだろうね。集まって演奏するっていう、うんうん、なんていうかこう、名目っていうかさ。まあね。そう。初恋の嵐ですって言えば集まれるから。冠婚葬祭みたいな感じだね。そうそうそう。集まる理由がある。集まなくていいっていう感じがね。そうそう。うん、で、結局なんか式やった後の飲み会が一番楽しいみたいな。うんそうなのよ、すんごいみんな楽しそうだし、でもやっぱさ、ナウテのミュージシャンじゃないですか、皆さん、うん、やっぱ演奏はすごいし、うん、気持ちいいし、今回ね、うん、パーカッションの朝倉さんって、はいはい、ヨシンバっていうバンドの、はいはい、うん、で今回はまあパーカッションで参加したんだけど、うんうん、初恋ではね、そんなに毎回参加しないんですよ。僕も一緒にやったのは多分そのロフト以来ぐらいな感じなんだけど、なんか改めてパーカス入るとね、めたくそかっこよくてね。あ、ほんと？うん。なんかちょっとさ、最後の方、アンコールの最後の方とか、なんかちょっとジャムみたいな感じになったりしたんだけど、袖で見てたらさ、なんかちょっとカーティス・メイフィールドライブじゃないけどさ。ああ、編成一緒だもんね、言われてみればね。ね、ね。ギター2本で。そうそうそう。オルガン入って。で、ね、うん、そうそう、で、もうなんかトライアングルの使い方とかもなんかすげえファンキーでさ、うんうん、なんかこう、同じ要領の空間がこう、同じこう、テンポで並ばれていく気持ちよさというか、あ、なんか聞いてるだけでちょっとこう引き込まれるっていうかね、パーカスええなと思いました。いいですね、なんか初恋にパーカスってあんまり、パッとイメージ浮かばないけど。ね。そうだよね。なんか良さそうな感じがしますね。そうそう。スリーピースのさ、ロックバンド、うん、ギターボーカルのロックバンドだから、基本は。うんうん、すごく元々の曲はシンプルなアレンジのものが多いんだけど、うん、そこに入るとね、さらに美味しい感じでね、うん、よかったっすよ。うんうんうん、なんか、楽しかったね。そういうのも含めて。まあでも配信も前やってたもんね。俺も見たけど。あ、そう、ね、去年かな。まあまあやってるよね。うん、だからね、コンスタントでね。そうそうそう。みんな、ね、変わらずというか、すみくんもマーくんもいい感じで、監督ついて。そうそうそう。見るたびに。そうなのよ。すみくんももう、いろんな人のバックでやってるからね。うん、だから多分、なんとなくこう、いろいろこう、みんなそれぞれ仕事をやって、うん、なんか、会いたくなったら、やるんじゃないですか、初恋はまた。なんか会いてえなと思ったら、初恋やるよっつってこうみんな集まる感じ。まあね、うん、マー君の元気な姿が見れるのはね、いいですよね。なかなかマー君だけほら、あんまりね、界隈だと会わないから、そうだね、初恋の現場じゃないとね。うん、うん。元気だしね、もうなんかね、その関係性とか佇まいとかね、うん、振る舞いもね、当時と変わんないのよ、なんかやっぱり。ね、うん、見た目はこう貫禄ついてるんだけど、うん、中身はね、青春のまんまなんで、ね。スミ君厳しいしね、マー君にね。そうよ。ね。すごいよ、もうリアンって、ちょっとさ、そこ、じゃーんって行かないでしょ、普通、みたいなとか言ったりとかして。ね、こいつさ、みたいな感じ。こっちがハラハラしちゃうんかね、大丈夫かな。そうそう。でもなんかそういう関係性なんだなっていうことみたいな、ね。そうだね。うん。あ、それを見ると、あ、まだ二人仲良くやってんだなっていう、逆にね、うんうんうん、思うという。そうだね。そんな大阪でございましたよ。ええ。うん、そして、翌日、リーダーが。翌日、僕もね、その、すごい近くですよ。うん、僕も新宿。そうだよね。うん。いや、俺も調べたのよ、その箱を。うん。そしたら、もう本当、歩いて5分ぐらいのとこだったね。そうです、そうです。うんうん。初めて行ったんですけどね、うん、バー・ボコっていう。まあ、普段は、ジャズ系のライブを、よくやってるとこらしいんですけど、うん、うん。なんかね、行ってみたら、やっぱり、この、まあ、コロナ禍の影響で、うん、ライブがある時しか、まあ、営業してなかったみたいなんですけどね。うんうん、でもなんかその、お店の、まあ、そのなんか、全体的に切り盛りしてくださってるスタッフの方も、まあ、なんかミュージシャンの方で。うん、あ、なるほど、なるほど。そうそう。で、なんかいろいろ買って知ったる、なんか、
まあ、さばきというかね、うんうん、いろいろやってお手伝いしてもらって。気の利く感じでね。なんかね、いい感じで、終わりましたよ。うんうんうん、我々、別所君とは、11月の頭から、福岡、札幌って行ってたんで、あ、そうだ。北へ、あ、南へ行って、北へ行って、最後、まあ、ど真ん中で終わるっていう感じで。3週連続でございます。はいはいはい。なんかね、いい感じで。なんか、やっぱ3週間連続でやると、うん、なかなかお互いにこう、なんていうんですかね、出方が分かってきて、ああ、そうか、まあ、そうか。それをどうやって裏切ろうかな、みたいなね、うんうん、ところに行くんだよね。そういう、まあなんか、まあ、ジャズの、まあ、演者のね、楽しみみたいなところは、はいはいはい、なかなか僕もね、ちょっと味わわせてもらって、これはこれで本当にあの幸せな、3本でございました。大阪初めて？大阪初めてです。地方でやるのは ね、もう初めて。札幌以外は全部初めてだったから。そっかそっか、はい。去年はね、配信でほとんどやってたわけだしね。そうそう。ね。で、なんか最後はそのいい、ね、うん、ジャズ、まあジャズバーっていうんですかね、うんうん。なんかそういうところでやれてよかったんだけど。そうだ、なんかね、There Will Never Be Another You っていう曲があるんですよ。うん、ジャズスタンダードでね。うんうんうん、あたた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 た、そうそうそう、すごいいいよね、あの曲、すごいいい曲なんですけども、うんうん、それをね演奏した時に、うん、僕がねタイトルを間違えちゃったの、その There Will Never Be なんだけど、うん、There Will Be Never なんちゃらかんちゃらって紹介して、うんうんうん、じゃあちょっとやってみますって言ったら、うんうんうん、ギターが急に音出なくなってさ、あれあれと思って、うん、で、ちょっと演奏止めて、ごめん、飯食うの音出なくなっちゃったって言って、いろいろチェックしたんだけど、うん、なんか、ひょいひょいってなんかやったら、またボッて出て、うんうん、ああ、今、リーダーもしかして曲のタイトル間違ってたからじゃないですかとか言われて、あ、本当とかつって、で、もう一回こう、ちゃんとね、正式に曲名を言い直して、はいはい、スタートしたら、ちゃんと音が出るっていうね、うん、なんか、そういう、あれなのか、やっぱり、ジャズ小屋で、舐めんなよ。そっか。ね、ジャズ舐めんなよ。舐めんなよってあったのかなと思ってさ。あれ、オリジナル誰なんですか？あれはね、すごい古い、昔の曲なんですよ。そうなんだ。スタンダードだもんね、あれね。ハリー・ウォーレンっていうね、1942年の曲なんですよ。おぉ。ミュージカルの人は初めて聞いた。挿入歌で。いや、これはね、ジャズっていうわけじゃなくて、あ、そっかそっか。映画音楽なんですよ。多いね、そういうのね、確かにね。そう。それを、そっか、ジャズスタンダードで。俺ね、チェット・ベイカーかな。チェット・ベイカーバージョンが一番有名ですよね。ね。歌ってね。うん。で、アレックス・チェルトンもやってて。ああ、そうなんだ。自分のさ、ギターと歌だけでやった。ああ、良さそうです、ね。それもすごい良くて。キャラクター的には似てますもんね、アレックス・チェルトンとね。チェット・ベイカー。チェット・ベイカーね。ちょっと、ね、素敵な感じが、ね。そうそうそう、うん。ちょっとこう、なんていうか、歌声もこう、柔らかいというか ね、そんなにこう、ガッていくでもなく、うんうん。なんかあの曲、僕も好きですよ。うん、そうだよね。チェット・ベイカーを聞いて、ジョビンが歌ってみようと思ったとかって言ってたかな。あ、アントニオ・カルロス・ジョビンもやってんの？うん、曲じゃなくて、その、うん、カル？あ、自分が歌ってみようってことか。そうそう。下手馬でもいいというか。どっちだったっけな、チェット・ベイカーがジョビンを聴いてだったっけな。なんか、その、ね、お互い、どっちも脱力系じゃない、ボーカルが。そうそうそう。声を無理に張る感じじゃなくて。そうそう。いい塩梅のね、ボーカル。そうそうそう。うんうん。なんか、それ、でもジョビンがチェット・ベイカーを聴いたのかな。チェット・ベイカーって50年代だよね、うんうん、歌。そうだね、そうだね。だから。ジョビンは60年代入ってくるね、感じするね。チェット・ベイカーを聴いてジョビンが。あ、もうこんな感じで歌えばいいのか、つって。へぇー。なんか、逸話があったと思うけど。ええ話やな。ええ話やな。いや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 。ね、な感じで、まあ、2days過ごして。過ごして。そして昨日、まあ、ミネロックですよね。ミネロックですね。まあ、これも面白かったですね。久しぶりにあんな、まあ、フェスで。そう。あんな多くのバンドのメンバーと会って。ね。なんか、あ、これこんなのあったなって感じでしたね。ね。
昔ようやってたな、こういうのっていう。そうそう。うん、しかも結構出てたバンドがさ、うん、なんていわゆるフェスだけど、うん、どのバンドともこうなんか交流あるっていうかね、そうだよね。付き合いが長いバンドもいっぱいいたから、うんうんうん、その感じもやっぱミネさんが呼んだっていうことだとは思うんだけど、うん、なんか良かったね、あのグルーブね。あの、うんうん、向井さんとかも久しぶりに会って、うんうん、おー、松木くん、さっきモビーに2年ぶりぐらいに会ったよって言われて。いや、俺もそうなんですけど。俺も向井さんと2年ぶりぐらいな感じですけども。もう、そのぐらい会ってないっていうね、わかんなくなっちゃうぐらい会ってないっていうね。そうね。そうなんですよ。そうね、ちょっとなんかでも、確かに、この2年ぐらいは、そういう、集いがなかったっつうのはあるよね。そうそう。去年なんか全くなかったからさ。うん、うん。ねみんなそういう感じなんだろうね。そうそうそう、なんかね、こう、うん。なんかもう時間止まっちゃってるっつうかね。わかるわかる。いや、でもそんな中でね。うん。なんか、良かったよ。ね。よかったね。あのフェス。うん。うん、すげえ、来てる人も楽しんでる感じあったし。そうだね。うん。僕らも、ドカーンとなんかやれたしね。なんかね、うん、トイズピットもなんか広くてよかったですね、あそこもね。よかったね。ね。またなんかの機会あったらやりたいなと思ったけどね。うん。うん、で、ミネロックもまた、ね、その、コンスタントにっていうのはきっとミネさんも大変なんだろうけど、うん、なんか気づいた時に結構やってるもんね、この10年ぐらいでね。うんうん、またなんか癖のすごいメンツでやってくれるんじゃないかなと思うんで。ね、またなんか、まあ、こういうイベントがね、増えていくと、またいいなと思いますよね。そうね。うん、こういうさ、ちょっと、まあ、フェスもいっぱいあるけど、うん、ちょっと癖あるフェスもね、またこう増えてって、こう、やれるようになっていくと、なんか、さらに楽しいなっていうのはね、うん、昨日のミネロックで実感したね、やっぱり、ね、はい。うん。そんなわけで、はい。スクービード今週は、クラブ Q で、はい。水曜日に、今日ですね、今日ですか。これね、配信があるんですよ。そうだよね。うん。アーカイブも残るだろうか。そうそうそう。おそらく。はい。見れるぞっちゅうやつでございまして。はい。26日は、梅田、また大阪行くぜ。トラットだね。うん。クライムグローが。クライムグローのイベントに。はい。これも、久しぶりですよね、クライムグローもね。そうだね。ええ。そう、2年ぶりぐらいですかね。2年ぶり?2年ぶりぐらいじゃないの？あれ、そんな、最近だったっけ、あれ、ジャニスでやったよね、一回ね。3年ぶりかな。3年か。うん。なんかね、やっぱ3年、なんかまだまだその時は本当に若いなって感じしたけど、この間、ね、うん、ちょっと大津で、そうだそうだ。遊びに来てくれた時は、うんうんうん、すっかりなんか大人の感じになっててね。ね。これちょっと楽しみですよね、我々。楽しみだね。ね、どうなることか。ええ、我々もぶっ飛ばしていきたいと思ってますんで。はい、そういう感じで。はい。スクービートゥーは次回は1月5日にライブをやりますよということで、はい、はい、それではまた来週。Thank you.